岡田純一、ジャニーズ大処で進める、息子を世界チャンピオンに育成計画。妻、宮崎、葵も許す超エリート指導。11月30日もって、旧ジャニーズ事務所から独立した元 V6 の岡田純一、43。今や日本を代表するアクション俳優という地位を築き、一軒家の自宅の地下室に道場を設置して武術や、 格闘技に取り組んでいることも、良くだ。ジークンド、und, カリ、フィリピンの伝統武術、USA シュートなど複数の格闘技の市販資格を保有し、主演映画、萌えよ剣、では縦の指導も兼任したほど。9月には、アメリカラスベガスで開催された世界最大規模のブラジリアン柔術の大会、ワールドマスター2023に出場。 マスター3チャタイライトフェザー級のカテゴリーにおいて1回戦を2回戦で敗退。しかし、世界ランク11位という成績を残した。そんな岡田を15年以上にわたって指導する IUMA 日本新版国術館主催の中村より長氏59が11月30日発売の週刊文春文芸春秋のインタビューに応じ、 4時間にわたって格闘家としての岡田について語り、一部で話題を呼んでいる。岡田と中村氏が出会った2007年放送のドラマ、SP、フジテレビ系、だった。脚本を担当した作家、金城和樹氏55からアクションに狩りを取り入れたいと提案され、中村氏はキャストスタッフが集まるフジテレビの会議室で狩りを披露。 誰よりも食い入るように見ていたのが、まだ20代の岡田だったという。SP の撮影が終わっても、岡田は、これからも教えてほしい、と中村氏に頭を下げてきたという。市販の資格を有した今も、中村氏の指導を受け続けているという。そんな岡田さんが今最も注力しているのが、世界大会にも出場したブラジリアン柔術。 同じ道場には福士壮太さん、30など芸能人も通っているそうです。木村拓也さん、51は同グループの個人レッスンを受けているようですが、岡田さんは一般会員もいるレッスンにも顔を出していると言います。そしてその熱心さは半端ない。何でも週6日くらい来るとか。残念ながら先日の大会では2回戦で敗退してしまいましたが、 本当にめちゃくちゃ強いそうです。ワイドショー関係者、ブラジリアン柔術は上達していくごとに白帯、青帯、たい茶帯、黒帯と帯色が変わっていく。岡田さんの先生は全日本選手権を何度も制した方で、いくつもの世界の大会で優勝を飾っている第一人者。そんな超一流の人に教えてもらっている岡田さんは茶体 死体から指導側に回ることができますから、かなりのレベルだということですよね。あと数年で黒帯になることもできるのではないでしょうか。そして岡田さんは、息子さんにもブラジリアン柔術を教えているそうですよ。ワイドショー関係者、岡田は2018年10月、妻で女優の宮崎青い38との間に第一子男児を設けている。 全室のワイドショー関係者は続ける。岡田さんはで覚えた技を自宅で息子さんに教えているそうなんです。自宅の地下の道場で不レッスンをしているのではないでしょうか。それはイコール、妻の宮崎さんも息子さんにブラジリアン柔術を教えることにオーケーしているという。でしょうね。5歳からブラジリアン柔術にしっかりと取り組めば。 自分の体の動かし方も本能レベルで理解できるでしょうし、早々に黒帯を取ることもできる。そして何より岡田純一の息子ですから、身体能力は抜群でしょう。世界レベルの力を持つ岡田さんのエリート指導を受けていれば、いずれ息子さんも世界大会に出場し、チャンピオンになる可能性も十分にあるでしょう。 そして、パって、アクション俳優になる、なんて展開もあるかもしれませんよね。父からのエリート指導で岡田 JR がブラジリアン柔術世界チャンピオンになる日は、遠くはない。